ジングルベル、ジングルベル、鈴が鳴る。メリークリスマス。皆さん知ってましたか？日本人はクリスマスがとっても大好きなんです。ということで、今回のイージージャパニーズはクリスマス編をお送りします。クリスマスは好きですか？どんなところが？プレゼントもらえてケーキ食べれる。きれいなとこ。クリスマスのご予定はありますか？ない。ないです。今のところないです。ご予定はどんな感じですか？卒論が終わってないんで、もう何も家から出れないです。学校です。学校。バイトです。クリスマスのご予定はありますか？ありますね。もう決まってる。お二人で過ごされるんですか？今年はどんなことされる予定なんですか？やっぱり家族と、孫と、おばあちゃんと、おじいちゃんとみんなで過ごします。同じ学校の友達とクリスマスパーティーをします。とりあえず、友達とパーティーはします。パーティー、同じく友達と、お友達と過ごすという感じですか？じゃあそう、クリスマスの、怪しい。正直でいいですよ。クリスマスに食べたいものとかってありますか？食べたいものケーキとか、あとは何だろう、ローストビーフ、食べたことないけど。食べ物、ケンタッキー、チキン、鶏肉、ナッツ、七面鳥、はい、あれね、クリスマスといえばやっぱりケーキとチキンですよね。理想のクリスマスの過ごし方を教えてください。家族と過ごすことですかね。ですね、家族と一緒になんか美味しい料理食べるっていうのですかね。どうですか、理想の過ごし方？クリパしたり、なんかみんなでワキワキしてたい。ワキワキしてたい。理想のクリスマスの過ごし方があれば教えてください。理想です。やっぱりね、彼氏とですよね。同じく。理想のクリスマスはどういう過ごし方ですか？理想なんだろう、恋人と過ごすことです。そうだね。理想はユニバーサルで過ごすことですかね。はい。USJ、もしかして今年行かれるんですか？いや、行く予定。まだ分かんないです。まだ仕事とかのあれがある。こういうクリスマスいいなと思う過ごし方ってありますか？高級ディナーに行きたいです。だそうです。頑張ります。今までの過ごしてきたクリスマスでなんか思い出深いエピソードとかありますか？いやー、なんかクリスマス前はなんか恋人がいないんで、だいたい男ばっかりで飲んでます。いかがですか？いやー、なんか友達と一緒に騒いでるイメージしかないですね。私はちょっと昨年クリスマスにオーストラリアの方に行ってたので、そっちで夏のクリスマスを過ごしました。なんか日本よりもなんか家族でクリスマスを過ごすっていうのがメインだったので、そのホストファミリーの家でおばあちゃん家に行って、みんなですごい豪華な料理を食べたのと、あとオーストラリアだとサンタクロースがトナカイじゃなくてカンガルーに乗ってくるんですよ。いろいろ驚きがたくさんありました。はい、友達と2人でカラオケに行って1人ずつ別の個室に入って、もう1人ずつ歌ってくるっていうクリスマス当日にあります。すごいですね。1人暮らしなので、もうずっと家で1人で自分のためにこうケーキ買ってきて1人食べるみたいな。毎年家族にクリスマスプレゼントをあげます。なんか毎日してもらってるからありがとうみたいな意味で。なんかドタキャンを自分がしちゃった思い出があります。ちょっと集まろうみたいな感じだったんですけど、なんか急に気乗りしなくなって。原因気乗りしなかったからですか？空気読んだつもりが後で怒られました。
想のクリスマスは大好きな人とデートすることです。クリスマスのご予定はありません。見てくれてありがとう。楽しんでくれましたか？ Facebook ページもあるのでぜひチェックしてみてね。